株式会社、東急エージェンシーは東京を拠点とする日本の広告代理店である。東急グループの企業として1961年に設立された日本の広告業界において第6位の規模。多くの生活者接点を持つ東急グループならではのリアルに設計された実効性の高いマーケティングソリューション、体験づくりを実現。 アメージングエクスペリエンスを生み出すための東急エージェンシーの独自性、ユニークネスであると掲げる。創業は1961年で東京急行電鉄をはじめとする東急グループの出資によって設立された。1971年にはネットテレビや朝日新聞社との共同出資によって日本ケーブルテレビジョンを設立している。東エージェンシー出身の著名人には 一条、深夜、増田敏夫、三宅信羅がいる。名古屋テレビ制作のアニメ枠には、鎧伝サムライトルーパーから、真面目に不真面目解決ぞろいまでの約19年間携わっており、その間に制作された、勇者シリーズの、テレビシリーズ全作に関わっている。テレビ、愛知制作のアニメ枠についても、神、八つるぎ伝いから、ワンワンセレプーそれゆけ、 鉄の芯までの作品の制作に参加していた。難しい課題をアイデアの力で解決する専門家集団イコールクリエイティブブランドが社内に存在する。ありがとうございます。